日本センチュリー交響楽団、公益財団法人日本センチュリー交響楽団、日本センチュリー交響楽団、ジャパンセンチュリーシンフォニーオーケストラは、大阪府豊中市、服部緑地公園内に本拠を置くプロのオーケストラ、日本オーケストラ連盟生会員、1990年に、大阪府運営のプロ吹奏楽団、当時、都道府県運営の唯一の吹奏楽団の、 大阪府音楽団を発展的に解消する形で大阪センチュリー交響楽団として設立された。2011年4月1日に現在の名称となった。大阪府は1952年10月から吹奏楽団として大阪府音楽団を運営していた。大阪センチュリー交響楽団の設立に伴い大阪府音楽団は発展的に解消している。 1989年に大阪府が20億円を出資して設立された大阪府所管の財団法人大阪府文化振興財団が運営する形で大阪センチュリー公共楽団が創設され1990年3月にデビューコンサートを開催した2巻55人規模の編成である発足時は常任指揮者にウリエル・セガル指揮者に岡田司 小田野博之、梅田俊明が敗された。その後、常任指揮者にせがる、主席客演指揮者に小泉和弘、後に沢谷博氏も加わるとなる。1997年から常任指揮者、高関県体制になった。2003年からは組織の改編があり、主席指揮者に小泉、専任指揮者に金正教が就任した。 金の任期は2006年3月で終了。2008年4月から、小泉は音楽監督になり、沼尻隆介が主席客演指揮者に就任した。セガルは名誉指揮者となっている。小泉が主席指揮者に就任以降、3回の定期演奏会は、にと物語と銘打って、各地のオーケストラと共演した。主にザ、ザシンホニーホールで定期演奏会を開催している。 1991年7月、大阪府文化振興財団は、大阪府豊中市の服部緑地内に、総工費16億円をかけて練習場、センチュリーオーケストラハウスと、服部緑地野外音楽堂を整備した。音楽堂は1500平方メートルで2700人を収容でき、練習場は地下1から2階の2000平方 M の規模。合同練習室や、 音楽関係の書籍の閲覧ができる情報サロンも併設された。設立10周年を記念して5年間かけて大阪府河全市町村各1回の格安コンサートを開催する企画したところ在反民間オーケストラ4団体から民業の圧迫に当たると抗議を受けた。問題の打開策として2000年4月以降の実施方法を一部見直しが盛り込まれ、 双方の合意が成立した。日中平和友好条約締結25周年を記念して、北京で2回、上海で2回の放中コンサートが企画され、73名の奏者が参加する予定であったが、SARS の流行に伴い延期され、2003年11月に実現した。大阪には4つのプロオーケストラ、在反オーケストラが存在し、 それぞれ経営的な問題を抱えていた。関西経済連合会の秋山義久会長は2006年4月の定例記者会見でこの状況を念頭に他のオーケストラとの統合を求めることを表明した。これに対して主要紙が在判四を受統合を取り上げたが、2007年7月に各学団の理事長による会合の結果、当面統合はしない方向となった。 大阪府文化振興財団が運営する楽団の予算は2005年度では7億円程度であり、内大半の約4億5000万円を大阪府の文化振興基金からの補助金で賄っていた。2008年に当時の橋本徹大阪府知事が運営補助金の大幅縮減案を発表した。この楽団が大阪府民に根付いているかどうかを疑問視する意見もあり、2008年には 橋本知事が、不民に根付いたオーケトラにすることを条件に2009年度以降の存続を認める方針となったが、2010年度実績では1.1億円まで補助金が削減され、2011年度からは完全に補助金が打ち切られることが決まり、オーケストラの存続が危ぶ生まれた。これらの処置に、音楽関係者や演奏家の反対運動も起き、10万人を超える署名が集まった。 大阪市職員労働組合でも2008年4月9日に大阪センチュリー交響楽団を応援する会が結成された。大阪センチュリー交響楽団は年間34回2008年実績の無償コンサートを実施しており公共性があるとする評価もあった。府の改革プロジェクトチームによる財政再建支援 PT 案での補助金源に反対する24。 団体が知事に要望状を送ったが、予定通り補助金は終了することとなった。2010年に大阪府文化振興財団は2011年4月から、学団名を日本センチュリー公共学団へ変更し、財団を公益財団法人日本センチュリー公共学団に改祖することを決定し、所定の手続きを行った。改祖により大阪府から独立し、 不外での積極的な活動が可能となった。補助金廃止によって自活することを求められた格団は民営化に向けたスポンサー探しを行った。これに対して2012年4月23日に韓国系金融機関の近畿産業を信用組合が2012年度から年間2億円度の金銭的支援を行うと発表した。しかしその後、組合内で支援額をめぐって 意見の相違が発生し、資金支援を見送って、チケット購入や団体員による個人的な寄付の呼びかけに切り替えたことが203年2月6日に報道された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。